モーテン・アンダーセンはデンマーク・コペンハーゲン出身のアメリカンフットボール選手。利き足は左のプレースキッカー。NFL で25シーズン47歳までプレーを続ける期待トップの2544点を挙げている。13シーズンプレーしたニューオーリンズ・セインツ、8シーズンプレーしたアトランタ・ファルコンズでそれぞれチーム史上最多得点を挙げている。 彼は性格性あるキックからミスター・オートマティック・グレート・デーンと呼ばれた。心理学者の父親と教師の母親の間に双子としてコッペンハーゲンで生まれた。彼はユトランド半島西部の漁村ストルーアで育った。5歳の時からサッカーを行った。彼はサッカーデンマーク代表ジュニアチームに惜しくも漏れた。体操競技の床運動も得意とし16歳の時。 所属したハンドボールチームは国内大会で優勝した。スポーツに身を入れすぎる彼を心配した母親が歴史や言語を学ばせた結果、彼は母国語のデンマーク語の他に英語、フランス語、ドイツ語、ラテン語、ノルウェー語、スウェーデン語を学んだ。1977年8月19日、17歳となった誕生日に、 デンマークを離れ y f u の交換留学生としてアメリカのインディアナポリスにある高校に留学しアメリカンフットボールと出会ったアメリカに行くまでは NFL について全く知らなかったという1シーズンを過ごした後彼はミシガン州立大学とパドゥ大学から奨学金のオファーをもらいミシガン州立大学在学中のデンマーク人キッカーの説得により 同大学への進学を決めた。彼は当時のアメフト会において、それまで威力はあるがどこに飛ぶか予測のつかない、トーキックが主流だったところに、サッカーでの常識であったインステップキックを広めた先駆者の一人である。黒いサッカーシューズを蹴り足だけに履き、その左足から繰り出される正確なキックは、相手チームに脅威を与え、4年時のおはよう修立、大学戦では、 ビッグ転換カンファレンス記録となる63ヤードの FG を決めた。1981年にはオールアメリカンに選出された。1982年の NFL ドラフト40目でニューオーリンズセインツに入団した。この時のチームとの契約は4万ドル及びサインボーナスとして4万2500ドルであった。プレシーズンにバムフィリップスヘッドコーチが ヒューストン・オイラーズコーチ時代のオイラーズのキッカー、トニ・フリッチュとポジションを争うこととなった、彼はロースターからカットされることを確保した。フリッチュのサポートを得て、ロースターに残ったものの開幕戦のセントルイスカージナルス戦で、ランディラブトンの接触プレーで足首を負傷、8週間の離脱を余儀なくされ、フリッチュが代わりにチームに加わった。この年 NFL はストライキを実施。 彼もピケに加わり卵や腐ったリンゴを投げつけられた。この年彼は FG を5回蹴って2回しか成功させることができなかったが2年目の1983年には24回中18回の FG を成功させた。1986年には NFL トップの FG 成功率86.7%。 1987年には NFL トップの28本の FG を成功させてプロボール、オールプロに選出された。彼は信頼性の高いキッカーとしてセインツ在籍した13シーズンで6回プロボールに選ばれた。1987年2月1日の試合は NFC が6から10で敗れたが彼の2本の FG が NFC の全得点だった。 1989年1月29日のプロボールでは、ヤン・ステナ・ルードが1972年に作った48ヤードのプロボール記録を更新する51ヤードの FG を決めた。1991年のシカゴ・ベアーズ戦では、当時歴代2位となる60ヤードの FG を決めた。1995年、サラリーキャップの影響で、 キッカーに高年報を支払うことを良しとしない、セインツの方針により、チームをカットされて、アトランタ・ファルコンズに入団した。この年の12月、ニューオーリンズ・セインツ戦では、NFL のキッカーとして、史上初めて1試合で50ヤード以上の FG3 本を成功させた。1996年の最終週、ジャクソンビル・ジャガーズ戦では30ヤードの決勝 FG を失敗。 これにより、創設2年目のジャガーズはプレイオフ出場を果たした。この2年後、1998年シーズンチームは14勝2敗で、シーズンを終えて15勝1敗で終えたミネソタ・バイキングスと NFC チャンピオンシップゲームで戦った。この試合ではそれまで44回連続で FG を成功させていたバイキングスのキッカー、 ゲイリー・アンダーソンが残り2分を切ったところで38ヤードの決勝 FG を失敗、オーバータイムにアンダーセンは38ヤードの決勝 FG を決めてチームを初のスーパーボールに導いた。第33回スーパーボール出場を果たしたが、デンバーブロンコスに敗れた。1999年にニック・ローリーを抜き FG 成功数で歴代2位となった。 ファルコンズには1995年から2000年まで6シーズン在籍し、プロボールに1回選出された。2001年再び年俸を抑制したい、チーム方針からカットされ、同年8月にニューヨークジャイアンツと契約した。この年彼は FG28 本中23本を成功させた。2001年シーズン終了後にフリーエージェントとなった。 彼は2002年3月カンザスシティチーフスと契約し、入団した。この年、彼はゲイリー・アンダーソンと共にジョージ・ブランダが持つ、通算得点記録を追い抜いたが右膝を痛めて、故障者リスト入りし最後の2試合を欠場、連続試合出場が248試合で途絶えた。2003年3月、チーフスと再契約を結んだ彼は、 ブランダの FG アテンプト記録をアンダーソンと共に追い抜いた。2004年のオフシーズン CFL でプレイしていた新人のローレンスタイニーとのポジション争いに敗れて最終ロースターカットでチーフスから放出されたがすぐにミネソタバイキングスが2年契約を結んだばかりのジャーニーマンブレッドコンウェイをカットアンダーセンと契約を結んだ。 年齢とともに特にキックオフの飛距離の衰えが見られた。彼はシーズン終了後フリーエージェントとなったが、どのチームとも契約できず NFL ヨーロッパでプレーしたいと述べた。2006年1月、デンマークアメリカンフットボール殿堂の最初のメンバーに選ばれた。この年、アトランタファルコンズのパンター、マイケルコーネンがキッカーを兼任していたが、最初の2試合で、 FG8 本中2本しか成功させることができなかったため、ファルコンズよりアンダーセンに声がかかって契約第3週より出場した。彼の復帰初戦は、ハリケーンカトリーナの被害から復興中のニューオーリンズ、ルイジアナスーパードームで行われたマンデーナイトフットボール、セインツ戦であった。この試合で、キャリア九回目となる五本の FG と二本のパットを成功させ、 その週の週間 MVP に選ばれた。これはこの賞が1984年に創設されて、以来最年長での受賞となった。12月16日のダラスカウボーイズ戦で、アンダーソンの記録を更新し、NFL 通算得点1位となった。また、翌週12月24日のカロライナ・パンサーズ戦で、FG 成功数でも、アンダーソンを抜き歴代1位となった。 2007年9月16日、ファルコンズの新人キッカー、マット・プレーターが2本の FG を失敗した翌17日、ファルコンズと契約を結んだ。この年彼は FG28 回中25回成功、成功率89.3%と自己最高をマークした。しかし2008年ファルコンズがより、飛距離の出せるジェイソン・イーラムと契約を結び、彼は、 どのチームとも契約を結べないまま同年12月に膝の故障を理由として2544得点の NFL 記録を残し48歳で現役引退を発表した。この年彼はウォルター・キャンプマン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2009年11月、ニューオーリンズ・セインツの伝道入りを果たした。2017年2月4日、プロフットボール伝道入りが発表された。これまで、 ゲイリー・アンダーソンとの比較が多くなされている。名前が似ていること、同じ1960年にアメリカ国外で生まれティーンエージャーになってからアメリカに行った。モーテン・アンダーセンは1982年の NFL ドラフト4巡目でセインツに指名されて13シーズンを過ごし、ゲイリー・アンダーソンは同じ年のドラフト7巡目でバッファロー・ビルズより指名されたが、 ベテランのニックマイクメイトのポジション争いに敗れカットされた後、ピッツバーグスティーラーズに入団13シーズンを過ごした。入団した1980年代から1990年代にかけて成功を収めたキッカーで得点、FG の上位2位までを占めた。通算 FG 成功率、パット成功率は0.5%以内の差となっている。 1998年の NFC チャンピオンシップゲームでゲイリー・アンダーソンは FG を失敗。モーテン・アンダーセンは決勝 FG を決めて第33回スーパーボールに出場した。2009年シーズン終了時点で次の NFL 記録を保持している。次の記録で歴代2位となっている。彼は2010年に史上初の50歳選手としてプレーすることを 目標としていると2002年以降しばしば語ったが2008年12月8日に現役引退を発表した。いずれかのチームと契約を結んでいれば1976年に1月4日の AFC チャンピオンシップゲームでジョージ・ブランダが48歳と109日でプレーした記録を更新するところであった。プロフットボール言動入りしているキッカーが ヤンステナルードタだ一人であることについて彼自身は現役引退後、特に自身の伝道入りに向けたキャンペーンを行うつもりはないと語っている。ありがとうございます。